近鉄2020系電車は近畿日本鉄道の特急系車両。6両編成2本が在籍し、アーバンライナーネクストの愛称を持つ。解説の便宜上、本校では大阪上本町、大阪南場側の先頭車の車両番号 F を編成名として記述する。ブルーリボン賞受賞プレート21000系。 アーバンライナーの登場から約15年近くを経て、バリアフリー及び受動喫煙対策など、社会観点からの要請や変化に対応するために、更新工事が必要になった。そして2万1000系の工場入場時の代替として2002年10月に、2編成が、近畿車両で製造された。2002年12月23日に、暫定営業開始。 2003年3月6日のダイヤ変更から名阪特急で運用開始した。社会情勢の変化に対応するために客室は全席禁煙となり喫煙者専用のスペースが新たに編成中3カ所に設けられた。このほか名阪特急に占める女性客の比率が約4割と多いことを勘案してトイレを男女別に振り分けた。座席は 電部の苦痛を和らげるために新機軸の構造を採用しているほか、車椅子対応トイレの形状を円弧型にするなど、後の新幹線や JR 在来線特急、私鉄特急に引き継がれた設備が多い。当該系列のコンセプトはそのまま2万1000、軽更新の際にも適用され、さらに2009年春航の2万2600系に対しては一層進化させて引き継がれた。 車両愛称、アーバンライナーネクストのネクストには、次世代に向けてのアーバンライナーの進化型という意味が付与されている。2003年第46回鉄道優の会、ブルーリボン賞、日本産業デザイン新公開選定グッドデザイン賞、受賞。近鉄時刻表及び駅刑事の時刻表では2万1000、軽と同様、当該系列使用列車には、 ウルのロゴタイプが表示される。JTB 時刻表では、ウルのローマ字表記で案内される。時刻表では2万1000系との区別はされず、一体で扱われている。また、近鉄時刻表では、車椅子マークも併記される。車内の通路上には製造当時としては、珍しい、液晶式車内案内ディスプレイが設置された。電算記号は2万1000系と同じウルだが、 番号は21と22が付与されている。アーバンライナーの進化型として2万0 2 0 k を、開発2万0 2 0 k をもとに2万千0 0 k は、リニューアルを受けた。運行開始から15年目を迎える2万千0 0 k を、今後とも、近鉄の看板列車として、高品質のサービスを提供していくために、車体更新工事を施行することになった。特に同系の卓越した。 デザインセンスは15年目を迎えてもまだしばらくは、通用するほどの高い水準であったものの、いかんせんバリアフリーの思想を取り入れておらず、また座席は1世代前の紙、リクライニングシートであって、最新感覚の設備ではなくなってきたことに加え、各設備の塗装を剥がれ等、陳腐化も露呈し始めたことで、特急車としての手入れが必要と判断された。 工事はほぼ3ヶ月で2編成ずつ行うが、全11編成を更新完了するには約2年を要し、その間、一部の名阪特急は一般特急車両によるダイソーが必要になる。特に1990年代半ばから特急利用客が減少傾向にある中で横ばいを維持する名阪特急を一般車ダイソーによってイメージバウンさせないために、 アーバンライナーの新車を2編成心臓の上、2万1 0 0 0が抜けた穴を、この心臓車で補うことになった。そこで、この心臓車について、設計の手がかりを得るために、名阪特急利用客を対象にした調査を行った。その結果、2万1 0 0 0が心臓されてから15年が、経過する過程で下記の変化が、 特急券販売分析及びアンケート調査で明らかになった。以上を踏まえ、下記の4つの開発コンセプトを設定した。外観、内装は、女性客の比率が多いことを勘案して2万 1000K よりも柔らかで優しい造形を施行し、またレジャー利用に配慮して、ビジネスライクの印象が薄まっている。このコンセプトよって新造された2万 1020K を、 ベースにして2万1000系のリニューアルが行われた。本系列の開発においては、メーカーである近畿車両内部において3つの開発チームによるコンペ形式が導入された。各チームが近鉄にプレゼンテーションを行い、その中から評価の高い提案を近鉄が採用した。それが、こう描く多目的型トイレ、リクライニング時に座面が沈み込む座席。 特徴的な戦闘形状として具現化された。ファニーフェイスのフロントサイドビューフロントは2万1 0 0 0系からのイメージの継続性を出すために、ラウンドスタイルと、くさび形を組み合わせた流線型だが、くさび先端部を2万1 0 0 0系より下げて、アーバンライナーの進化型であることを印象づけると、ともに警戒感を出した。正面窓の上下は、 ブラックアウト処理として、両面にはくぼみをつけて、ウェーブを強調し、直線的だった2万1000系と比べると印象として、柔らかくなった。これは近鉄が、近畿車両に、関西らしい穏やかさと愛嬌のある顔つきに、デザインするように要請したため、くぼみのある、ファニーフェイスとなったものであり、また、女性の柔らかさ、優しさを取り入れた理由もある。窓内には、 HID 全小灯が4灯を埋め込まれている。LED 式の微灯と標識灯は黒く塗られた部分の下部に埋め込まれている。フロント窓は2 1 0 0 0系ではピラーが入って4、分割されていたが統計列では1枚ガラスとなって、ピラーは廃止された。ピラー廃止を受けて、ワイパーブレードの停止位置を車体外反側に変更し、運転手の視界を遮らないよう配慮した。 塗装は、全面が黒の他は、クリスタルホワイトを基調に、裾部が、ジェントルベージュ、その上にコスメオレンジの帯が通っている。また先頭部のスカートの色もジェントルベージュを、塗装しているが、その後ろにある廃焼器は、黒色として目立たなくさせた。近鉄電車は JR に比べて、車体幅が狭く、側窓も上下に大型化したため構え体に鋼材を、 使用したが車体強度の不足が避けられず、窓を支える柱を太くしたり有限要素法によるコンピュータでのシミュレーションを行って強度を確保した。車内でカーテンに挟まるようにして窓柱が出っ張っているのはそのためである。上高扉はプラグ式となっており、扉が開いた際にはステップが出るようになっているが2020年10月以降ドアステップが使われなくなった。 ステップはその後の心臓車には採用されず、当該系列特有の構造となった。上空扉の有効開口幅は、全車 890mm に統一した。近鉄特急車では初めて製造当初から、連結面側に板状の転落防止ホロを装備する。上空扉付近に設置された行き先表示機には、近鉄特急発の LED を採用した。 表示色は赤、緑、アンバーの3色で、時速時速 60km で消灯し LED の寿命延長を図っている。この3色のうち、基本をアンバー、赤をノンストップ表示とした。また合車表示は、行き先表示器と一体で表示され、合車と黄色く描かれた仕切りが設けてある。も千二百二十型とも千五百二十系の車体側面には、 アーバンライナーネクストのロゴタイプが描かれている。そもそも測定後期 KD-314、型台車 1S-20 電動空気圧縮機、PT-7126K パンタグラフ、最高速度実キ 130km での運転を可能にしているが、全電動車方式である21000系と異なり、編成中の MT 比を1。 1の 3M3T としている。電装品制御装置は三菱電気製鋼体圧に、レベルイグーブと素子による、VVVF インバータ制御で、1機の制御装置で2台の、主電動機を制御する 1C2M 方式を採用し、各電動車の床下には制御装置2機を一体箱に、まとめた形態で搭載している。また、ゲート制御ユニットに、 ベクトル制御を採用したことで、空転、滑走時における再粘着制御などへのレスポンスを高めている。主電動機は三菱電機製のメガバイト -5097A、カゴ形参照誘導電動機を各電動車に4台装備する。全電動車方式の21000系、22000系、ACE や 4M2T の23000系、伊勢島ライナーと、 ほぼ同等の性能を確保する目的で、端子電圧 1050V 時の定格出力は 230kW に増強されている。また、フレームレス構造の固定子を採用したことで 23000K の MB-5056A に、比較すると10%の軽量化が図られている。駆動方式は、WN ドライブで、歯車比は4.94である。 起動加速度時速 2.5km、S、減速度時速 4.0km、S、33.3パーミル上り勾配において、河川電圧10%減、定員乗車条件でも、近郊速度時速 118km を確保している。制動装置は改正ブレーキ併用電気指令式で、改正ブレーキを有効に使用するための T 車遅れ、米制御の機能や、 滑走防止制御機能を有する。そもそも速ブレーキも回生ブレーキであるが、2 2 0 0 0二2 3 0 0 0と同様に回生ブレーキが動作しない場合には、フェールセーフの観点から発生した電力を抵抗器で消費する発電ブレーキに切り替わるシステムとなっていることから、各電動車には抵抗器も搭載されている。また、非常ブレーキ時も電動車は、 空気ブレーキの他に減速度時速 1.0kmS 相当の発電ブレーキが動作する。この他、緊急時には在来車と連結可能にするため、ブレーキ読み替え装置を搭載する。台車台車は近畿車両製のボルスタレス式で溶断波を装備した。基礎ブレーキ装置は全車に片押し、式踏み面らブレーキを装備する他、付随車では、 ディスクブレーキも併設している。形式は M 社が KD-314 型 TC、T 社が KD-314A 型である。保機、終電装置終電装置は東洋電気製造 PT-7126 系シングルアーム式パンタグラフを採用しており、もう21220型、もう21320系の名古屋よりに一気ずつ。 も2 1 5 2 0系の大阪寄りに一機搭載し、各パンタグラフ間に母船回路を引き通すことで搭載数の削減と利線対策を図っている。シングルアーム式は近鉄特急車では初採用である。設置位置はシリーズ21とほぼ同一であるが、関節の向きは逆となっている。この仕様は1 6 6 0 0系 22600K にも継承されている。補助電源装置は、近鉄特急車では、初採用の静止系インバータを両戦闘車に搭載し、出力は1 4 9馬である。空気圧縮機は、レシプロ式の HS-20 を両戦闘車に搭載する。空調装置は、 冷房装置が客室用に冷凍能力 16.3kW の集約分散式プーマイナス6019を各社に2機搭載し、この他運転室用と喫煙コーナー及び、化粧室用として別に冷凍能力 5.8kW のプーマイナス2007を1機搭載する。いずれも静止系インバータから供給される参照を、交流 440V を電源とし、 機器の構成が単純な ON オフ制御である。客室暖房は座席下にシーズワイヤー式ヒーターを、デッキ部暖房は PTC ファンヒーターをそれぞれ設置している。運転台の主管制御機、ブレーキ設定機は横軸にハンドルのデスクタイプである。運転台にはモニター制御装置とタッチパネル式情報ディスプレイも設置されている。編成は 大阪南波川側から空21120型からも21220型からも21320型からさ21420型からも21520型から空21620系の6両固定編成である。当該系列は23000系と異なって、簡員運転台が用意されておらず、したがって、中間連結機は、すべて三貫式半永久連結機である。 デラックスカーレギュラーカー車内は間接照明を採用し天井と荷物棚下部に埋め込まれている。また、つま壁を単調な印象としないために仕切り付近の天井にはスポットライトを組み込んでおり仕切りに光が当たるようになっている。また、デッキ部の照明は23000系と同様にダウンライトを採用している。客室のカラーは明るめのものとし、 レギュラーカーは倉庫をストライプ柄が入ったオレンジ。デラックスカーは模様入りのピンク調にした。荷物棚は物を置く部分の高さを 1730mm に下げて背の低い人でも使いやすくした。座席番号の表示は2棚下に大きめにプリントして目立たせている。この表記スタイルは後に在来車両にも波及した。仕切り壁と 客室末端席との距離を 730mm に拡大し、客室仕切り扉の両脇に仕切り、ポールを設けることで、通路との心理的距離を持たせている。この関係で、客室端部フットレストの形状は、縦長のものを採用した。窓か町内遺体構成が見直され、斜めにカットされたことで直接物を置くことができなくなった。そのため、窓際に小物を置ける。 口トレイが設けられ、後にトレイには落下防止のステンレス製の枠が取り付けられている。カーテンは他事業者において採用例が増えているロールアップ式ではなく横引き式のプリーツカーテンである。戦術の内容通り窓柱は強度確保のため内側に出っ張っており、カーテンはこの張り出し部の両脇に収まるようデザインされた。 インフォメーション設備として、仕切り扉上部に22インチの液晶モニターを設置し、号車番号、駅名、ニュース、天気予報や走行中の全面展望の放映などを行っている。ただし、文字が小さく視認性に劣ることから、後にロムを5万系と同様の文字が大きめのタイプものに更新された。電源コンセントは設置されず、 近鉄では2009年製の2 2 6 0 0系において初採用されている。ゆりかご座席の稼働状態でラックスシート座面の奥が沈み込んだ状態座席は新開発のゆりかご型リクライニングシートで背もたれを倒すと角度に応じて腰部が沈んで座席が傾くような状態となる。電部が沈み込む構造はオフィスチェアでは珍しくなかったが、 鉄道車両に導入するには様々な問題があり特にリクライニングを戻す際に腰を浮かして戻すことがネックになってこのために導入が遅れたこの構造は近畿車両側から近鉄に提案された案の一つである座布団は従来車のように前方へスライドしないシートピッチは両クラストも21000系同一の 1050mm であるデラックスシートは それぞれが独立性の高い一人掛けシートとなった。ただし、二席側の座席は、回転時は二席が同時に動く。モケットの色は赤系である。リクライニングは電動となっており、肘掛けのスイッチで操作する。リクライニング角度は22度、座面は9度まで傾く。また、読書灯が設けられ、背もたれ左側から LED の光が出る。 テーブルは肘掛け内蔵型で、二つ折りタイプである。座面高さは21000系からさらに下げられて、両クラス共通の 380mm となった。足の背は折りたたみ式である。レギュラーシートレギュラーシートは従来通り横にプラスに、2配列で、同じく、ゆりかご型だが、リクライニング操作は、手動で、肘掛けにあるボタンを押しながら倒す。リクライニング角度は17度。 座面は7度まで傾く。7度では、ゆりかご気候を実感するには、乏しい角度であるが、これはミニスカートを着用した女性に気を使って、浅めに抑えられたものである。2席の中央部の肘掛けは2つ設置されている。座席形状は、リクライニング時に、後ろの人が、心理的な圧迫感を覚えないように背もたれ上部の、もろずみを落としているため、柔らかな造形となった。 また、座席の占有面積を広げるために、肘掛けの厚みを薄くした。モケットの色は、グレー系である。テーブルタイプは、デラックスシートと同じであるが、こちらは、ブーメラン状の片側一箇所のみとなっている。足の背は、使用時に、足で下げる構造である。もう21220型には、車椅子対応の座席が設けられている。デラックスシート。 レギュラーシートの詳細な写真については、2万1000、軽リニューアル社の社内設備の項目を参照のこと。トイレはも2万1220型、も2万1320型、も2万1520型に設置されている。このうちも2万1220型は、車椅子対応の大型、多目的様式と、男性小便器個室の組み合わせである。も2万1320型、 もう21520型は女性専用と共用の様式をそれぞれ1箇所と男性小便器個室を設けた。女性用にはベビーチェアも設けられている。男女別トイレの入り口はわずかにカーブしているが、これは女性客がトイレに入るところをデッキ側から直接視認できないようにするための配慮である。女性客に対する配慮は洗面所についても工夫され、 洗面所の鏡の裏に照明を設けることで、そこから漏れ出る光によって、鏡に映した時に明るい表情に見えるようにしている。車椅子対応の大型トイレは、日本の鉄道車両では、初となる局面を描いた壁面にして、ドアをボタン開閉式としている。この他、ベビーベッドやベビーチェアも設置している。床は、人工大理石、便器はいずれも陶器製で、 男性小便器は自動洗浄機能付き、洋式便器は壁掛け式として清掃性を高めた。処理方式は真空式である。トイレの手洗い機はセルフストップ式水栓。トイレと同じ車両に、併設の洗面所は自動水栓を採用している。走行中、停車駅が近づくと開く、側のドア付近のランプが黄色く点灯する。 これは、人が無意識に、光のある方向に動くことを応用したものである。また、乗客を心地よく出迎えるために、停車前と停車中は音楽を流している。また、方向機が設置されており、乗客の動向に応じて、ヒノキ成分のフィトンチッドの香りを発散させ、癒しを与える。他、おしぼりを受け取れるように入り口付近の飾り板の一部が、 開口されている。デッキのダウンライトは、人の動きによって、点灯不点灯が制御される。デッキの配色は、薄い縦縞の入った白系の結晶板が用いられ、2万1000系のグレートーンとは趣向きをことにする衣装となった。喫煙コーナー客室内は、全面禁煙となったため、喫煙コーナーを食う2万1120型、さ2万1420系。 2万の客室外に設けているこの部分はパーティションが用意され、横に細長い2枚の窓が設置されている。空気清浄機や脱臭装置も設けることで、引き通え者に配慮している。床面は、タバコの灰等によって、焦げ面が出ないよう人工大理石を使用した。このエリアの空調装置は、客室とは別個としている。また、 コーナー付近に利用者が立った場合に直近の扉が不意に開くことを防止するために走行中はタッチスイッチ方式による自動開閉機能を採用し停車中は高電スイッチ方式に変化する。なお、デラックスカーの喫煙コーナーは2007年9月4日に廃止され、車内販売準備室に転用することになり、冷蔵庫などが設置された。 当該系列の分煙化対策は2万1000系、更新者には引き継がれたものの、より完全な分煙化を推し進めるために2万2600系では編成中1箇所、喫煙室を設ける形に消化され、以後の新造車、更新車はすべて喫煙室を設けるタイプに変更された。よって、喫煙コーナーのスタイルは、アーバンライナー独特の構造となった。 営業運転開始時点では、車内販売が廃止されていたため、二万2 1 4 2 0型には自動販売機が設置されている。また、当初は、テレホンカード専用の公衆電話も同社に設置されていたが、2011年3月に撤去された。なお、車内販売は2007年10月8日から、土曜、休日ダイヤに限り営業を再開したが、 2020年3月8日を最後に終了した。2007年10月からの社内販売開始に先立って、区 21,620K の喫煙コーナーを社内販売準備室に転用改造した。製造当初、23,000K や 16,400K と同一仕様であったトイレは、22,600K へ、登場後に同型に準じた。 温水洗浄便座に順次交換された。喫煙コーナーは当初海側、山側ともに設けられていたが、現在では海側の灰皿は撤去されフリースペースとなり、喫煙コーナーは山側のみとなっている。運転開始からしばらくは喫煙コーナーと通路の間に仕切りがなかったため通路にも煙が漏れることから、後に透明なビニールののれんを天井から吊るして仕切りを設けたが、 後年に折戸式のドアを設置して喫煙室化され完全に分煙している。2018年よりデラックスカーの全座席にコンセントが順次設置されている。2002年9月と10月に二編成が竣工し各種試運転と報道公開の後に同年12月23日に団体臨時列車として運用を開始した。 名阪特急には2003年3月6日のダイヤ変更から本格的な使用を開始している。基本的に名阪オツ特急及びハンナ特急、名誉オツ特急に限定運用され、通常は二編成をフルに使用していることから検査などで運休する場合は2万千系が代走することがある。2021年2月13日からは名阪高特急が 全列車8万系、火の鳥での運行となり、それに伴い名阪オツ特急は全列車が本系列と2万1000系の運行になった。2019年4月1日現在、6両編成日本12両が、富吉県検区に所属している。2008年3月、 名古屋線津新町南が丘間の踏切にて、乗用車が下り線を走行していた21122階の2両目に衝突し、同編成は車体に激しい損傷を受けた。同編成が、ご移動研修車庫に入場をして、修繕を受けていた3ヶ月余りの間は、一部の、乙特急に、汎用特急車両が重当された。 2008年10月30日10月31日に天皇皇后の奈良視察に伴い近鉄としては2002年5月以来となるお飯列車を京都奈良間で運転し往復ともに21,121回が充当されたまた2010年にも平常線と1,300年記念事業に伴うお飯列車が10月7日には京都奈良間で10月10日には 奈良室口王の館を呼び、山と朝倉大阪上本町間で運転され、21,121 21階が、充当された。おし運行の際は、デラックスシートが4号車のも21,321 21号に、移され、ここを御座所とする。2007年10月8日から、近鉄特急運転開始60周年を記念して、イラストレーターの黒田聖太郎デザインによる、 ロゴマークが、車体に重複されて運転された。なお、同日には、臨時名阪特急が、近鉄名古屋上本町間を一往復運転した。この車体装飾は、翌2008年2月末で終了する予定であったが、同年4月初旬まで重複されていた。2009年12月12日から、名阪特急直通運転開始50周年を、 記念して21122階に記念ロゴマークが、両戦闘車正面倉庫と乗務員室直後両側の乗客側プラグドア部分に重付された。同日朝に大阪南場で出発セレモニーが開催され、営業運転に充当された。この車体装飾は2010年3月で終了した。2017年10月8日から、 近鉄特急運転開始70周年を記念したロゴマークが車体に重複されて運転されている。この車体装飾は翌2018年3月30日で終了する予定であったが延期されている。ありがとうございます。